材を探せココイチ勝手にトッピング選手権イエーイ。はい、企画を説明します。1人1品ずつココイチに合う、合いそうやなって思うトッピングを用意していただきました。なのでそれを皆さんでありかなしか判定していきたいと思います。みんなカレーは好きですか？大好きです。大好き、めっちゃ好きです。なんか、大好き。私なんか飲みに行ったら必ず締めでラーメンじゃなくてココイチのカレー食べたくなるんですよ。聞いたことない。締めでカレー締まらない。で昨日お休みだったんですけど、昨日はご飯行った後に締めでカレー食べました。なんでココイチのカレーですか？そう。すごい。ちょっとカレー2日連続。あ、ちなみに私3日連続。なんで食べてたよな。それはほんまに。でもやっぱ食べたことないトッピングで食べる。確かにトッピングやからね今日は。はい、それじゃあ早速始めていきたいと思います。レッツお知らせ。はい、じゃあコロムちゃん今日持ってきた食材を発表してください。はい、私はじゃん、片揚げポテトです。おー、美味しそう。普通にカレーは絶対美味しい。だってじゃがいもやからカレーに絶対合うし、私といえば片揚げポテトか生ハムか避けるチーズ。3点セット。衣3点セットとか言ってやらせてもらってるから。食感めっちゃ良くなる。確かに。なんかこれをカレーに入れてマヨネーズかけて食べる。うわー、絶対美味しい。はい、じゃあ作っていきたいと思います。イエーイ。じゃあカレーをかけかけしていきます。かけかけ。おいしくなれ、萌え萌えキュン。いい感じ。かけるのうま。かけるのうま。特技にかける。専門やっぱシャンパンかけたりしてるからかな。あー、慣れてますね。じゃあやっぱりあのちょっとポクちょっとこんな感じで。はいはいはい、おしゃれに。おしゃれに。うおー。手の出し出そう。その言い方やめてください。食べたい。いい感じ。あ、いい感じ。めっちゃ美味しそう。衣の出し最後にチャラっぽいチャラっぽい。いただきます。いただきます。一食。うわ、美味しい。まだ食べてない。うん、美味しい。うん、あ、すごくいいな。どう。うん。うん。カリカリ。うん。これは合うやろ。辛っ。食感が。マヨネーズかけた。マヨネーズかけよう。よ。美味しい。シェフにお任せしましょう。あ、行きます。いる人。はい。多いな。量も多いな。いかよ。いや、もうそれマヨネーズ。マヨネーズ。あ、めっちゃ。マイルドになる。優勝やわ。これ美味しすぎる。もうマヨネーズ。まだ一人目やね。優勝ですか。優勝候補。じゃあ終わり。うん。終わり。はい、結果これはありかなしかで言うと、せーの、あり。美味しかった。美味しかった。うちにマヨネーズかけたらめっちゃ喜ぶ。神。これからマヨネーズかけようと思いました。ほんまにマヨネーズやばすぎた。私が持ってきたのはチョコが入ったマシュマロです。すごい。美味しそう。なんかでもインターネットで調べたらなんかマシュマロは合うらしいですよ。でもチョコが入ったらどうなるかは分からない。でもカレーの隠し味でチョコ、言わへん。だから多分美味しいもん。コクを出すためって。ワンチャン合うかも。やだー。かわいい。かわいい。あ、これじゃあ顔にしまいか。顔にしよう。落書きみたいな感じで爪でやるのやめてもらって。やだー。あ、泣いてんねん。なんか。あ、って顔してる。かわいい。
最初、じゃあ最初ですか、お願いします。責任持って責任持って、ね、いただきます。あ、いただきます。表情でわかるね。美味しくないでしょ。ちょ、それ言うの。でも意外といけるって顔する人いるな。最後後味ちょっとカレー合うかね。後味が私も全然好き。私と見ようって私全然好き。ちょっとありかも。逆にマシュマロはいいけど、なんかあ美味しいかもと思って噛んでてチョコ出てきた瞬間めっちゃ気持ち悪い、食感めっちゃ嫌じゃないですか。ブユブユ、食感は全然何も思った。なんかせーの、あり。まあ三角かな。でも別に、なんかコクがあっていい。そう、意外とチョコレートと合うかも。なんかグニョグニョしてます。あ、食感はね、ちょっとあれ。私はなんかチョコあんま合わなかった。もう自分的には。なんで持ってきた。はい、じゃあひかりが持ってきたトッピングを紹介します。こちら、じゃーん。ジャムとポップコーン。ポップコーンはなんか、なんか口がいいから、カレーはだからジャムで甘くして、ポップコーンなんか蜂蜜とかさ、ごめんなさい、もう何か何か入ってこない。だから蜂蜜入れたらまろやかになるとか言うじゃないですか。だからキャラメルポップコーンでもいけるやろうなって。蜂蜜じゃなくないですか。ごめん。でも同じやん、同じやん。似てるやん。たっぷり入れるな。いやいや、あの味わかるように。いや、入れすぎやろ。だってえ、入れすぎやろ。カレー使うときは私は入れるかも。いや、必死すぎる。2人の調理方早く。ほんまにマジめっちゃ入れたんやから、じゃあこんぐらい。え、カレーで混ぜ混ぜ。カレーの中入れて混ぜるってこと。こんぐらい入れて。あ、なるほど。でしょ。さらに、さらに乗せるんかと思ってた。ちょちょちょ、だって。あ、そうじゃない。入る。はい、混ぜ混ぜします。え、なんかちょっとメルヘンじゃない。いやいやいや、メルヘンの定義。はい、いただきます。はい、ジャムとかね、ジャム。こっちの体がこっちだって。なんちゅうの、そう、いちご嫌やもん。うん、甘口カレー。ガチ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 食べてる。怖い。本当になんかもう赤い部分が怖い。ガチ甘口カレー、ね。え、キャラメル美味しい。ポップコーン。ん、え、ありじゃない。うん、意外とね。意外と、そんな意外といけるか。そんな無理って感じなくない。え、いける。え、いけるくない。ほらほら。あ、あんま好きじゃない。うん、甘って感じ。あ、無理、ごめんなさい。ポップコーン、キャラメルが無理です、私普通に。味する。キャラメルの味します。キャラメルって言ってます。なんか作る工程でジャム入れるのあるよね。うんうんうん、上に乗ってたら多分無理やな。冷たいただのジャムやから、なんか煮込む時にスプーンいっぱいぐらい入れるんやったら、ちょっとなんか旨味が出ていく。うんうん、いや別に入れるのよくない。
そんな真剣に考えるでもちゃう。なんでだから甘くない。なしではないんだよ、ほんまに。甘くないにしたいから。おいしい。おいしい。辛いのに甘みがあるみたいな。いきますよ、ありがとうございます。せーの。あり。イエーイ、めっちゃあり、めっちゃあり。意外とね。うん、まあ、いけるっちゃいける。いける、いける。おいしかった。はい、じゃあ次は甘い。ごめんなさい。キャラメルポップコーンじゃなくて、普通のポップコーンやったら美味しかった。あ、確かに。甘すぎる。なるほどね。ジャムと普通のポップコーンやったらいい。そうなんや。そうなんや。一人一個ね。え、でもいろんちゃんおくの。いっちゃう、走るいっちゃう。確かに。むかいよな、絶対。せこ選ぶの。これがいいとかあるの。色全然ちゃうんですよ。え、なんか。あ、お弁当。お弁当上がっちゃった。かわいい。かわいい子はなくない。こんな無謀なことある？なんかかもなくかもなくみたいな。食事。おいどう？まあ美味しい味。まあ今どういう味ですか？え？お前面白いね。ね。お前どういう味？何が？自分が。なんかちゃうなと。そうそうそう。美味しい。うん、カレーの味が濃いから、しょっぱさでちょっと辛すぎる感じ。確かに辛い。でも合わないことはない。もっと甘めの感じ、蜂蜜漬けの。でもこれも甘い。甘くしてから。ちょっと塩辛みたいな。なるほど。美味しいですね。みんな食べるの早っ。さっき。ありかなしか。はい、せーの、アリー。もうみんな、やったね。あ、やったー。美味しかった。美味しかった。はい、じゃあ今日はトッピングどれがいいか食べてみたんですけど、どうでしたか？なんかだんだんまずかったのか。確かに。いや、ジャム、いや、梅干し美味しかった。梅干し美味しかった。途中で急に美味しくなって、またジャムジャムはまあぼちぼち、まあまあ、意外と、まあなんかチャレンジした結果なんかね、いろいろやって、ポテチ、梅、ジャム、マシュマロ、マシュマロえ、いやマシュマロはジャムよりしたやで、え、ちな、はい、じゃあ今日のキャストは、アイと、コロモと、ユアと、ヒカリでした、せーの、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。